失礼します。わーかわいい。これですか。失礼します。はい、はい、で2月からのアクアマーレで、うん、アフタヌーンティーを始めまして、うん、まあ、それを今日ちょっと撮影したいなと思いまして。うーん、どうですか見た感じ。私これ行きたかったんです。あ、本当に。なかなか行けてなくって嬉しいです。これ2月からいつまで。あ、もうずっと、はい、もうヌン活って流行ってますもんね。んヌン活、アフタヌーン。あ、そうなの。はい、ヌン活今知ってた。もちろん。本当に。はい、で、はい、今年21年、1年生ですね。久保田健吾と申します。4月から2年生、今年一応青山で2人、赤丸で3人入ってます。その5人のうちの1人です。出身どこだっけ。出身福岡ですね。じゃあちょっと説明してよ。はい、まあ、上段からですね、上の段からで、まず左上、こちらがあのパンナコッタですね。今ちょうど季節いちごを使っているので、あのソースも合わせていちごのソースを、おかけしています。で、右上はあのランチでもいつもお出ししているプリンですね。本日あのキウイとパイナップルをお出ししております。で、手前のケーキがあのイチジクとクルミを使ったケーキで、あの上にあのイチジクをですね、あの煮込んだものですね。こちらを上からお乗せしております。で、下の段が、こちら左上、こちらもティラミスで、右上がガトーショコラで、その手前がチーズケーキで、で一番手前があのキッチンカーでもお出ししているの生ハムとクリームチーズのパニになります。はい、なるほどね。どうですか。どうぞ、もしよかったら使って食べてみて。いちごの、あ、取りましょうか。いちごのどれ。パンナコッタがいいです。パンナコッタ、これ多分手で取った方が早いと。これ内容は日替わりになるんですか。日替わりというか、気替わりというか、よく変わったりするんですか。まあ、その時の状況で、まあ、若干変わるものもあると思います。うん、うん、おいしい。大体2人前、これ2人前でいくらですか。2人前で、お一人様2000円でワンドリンク付きですね。ん、税込み。税込みで、はい、嬉しいです、これは。1人2000円でワンドリンクついて、はい、本当に絶対お得ですよ、これ。なので、まあ、夕方でも夜でも、来ていただいて、ゆっくりお茶していただけたらと。夜でも大丈夫です。いや、本当ね、真ん前が海ですからね。海見ながらいいんじゃないですか。じゃあ、いらっしゃいメッセージを皆さんでどうぞ。僕あのキッチンカーも、毎日頑張って営業しておりますので、アフタヌーンティーもですね、お目当てにぜひ来ていただければと思います。はい、はい、では皆さんお待ちしております。